さあエリック・トンプソンが力でいくか、一旦外にもう一度中使います。中かいくぐってエリック・トンプソン、まずはサイトのポイントは岩手です。全く自分たちのプレーができなかった分、その怒りをぶつけてくれて神戸戦逆転につながったと話しています。さあブロックモータムから外、宮本まず開始3分で11点取っているという状況。さあここはローポスト1対1仕掛ける、ファールがテカウント、115キロの体重うまく使いながらスピンムーブから。さあ残り第1クォーター4分19秒ここで一気に突き放すか、キーパーラベナのスリー、薄いがつきますが、さあここは野本スイッチして野本が行くブロック、残り2秒というショットクロックでなんと決めてきました。間にはさあシガボールで再開です。ショットクロックは残り18秒、ブロックボータム簡単にスコアをしてきました。再び12点差、ケルビン・マーティンからアリウープ、エンドワン、吠えたケルビン・マーティン、失礼、マルティン・クランポル、そしてさらにバスケットカウント、三平がつく、あ外関へパスをしてしまいました。ここはアリエープ、マルティン・クランポル2本目、ケルビン・マーティン、エリック・トンプソンが取った。さあ関谷ダックだ、エリック・トンプソン、バウンズパスでエリック・トンプソン、ケルビン・マーティン、中薄いな、なんとケルビン・マーティンから薄い、野本からキーパー・ラベナを使ってスリーを打ってくるキーパー・ラベナ、しっかりと最後ブザー直前で決めまして、マルティン・クランポル一度フェイントを入れてゴールした、決めました、ねじ込んだマルティン・クランポル。田原来るか、ゴール下フォーファールのマルティン・クランポルに対してステップからミドルジャンパー決めた、これがジャスティン・バーレルです。5点の余裕があります。シガ、ここはブロックボータムカウントです。このシーンですが、岩手と滋賀の一戦はさすがの滋賀といったところです。これで滋賀レイクスは連勝です。神戸に続きアウェー岩手。